カラーシャツかっこいいんだけどちょっとむずすぎるよなって思う方、まあね、実際これ1枚だとなかなかむずいと思うんですけど、カラーシャツは意外とレイアウトするとすっごいいい感じになるので、今日はね、そんなスタイルをお見せします。オクテットチャンネル。はい、どうもこんにちは。オクテットメンズアクションチャンネルのムンです。はい、ということでね、まあ、今日のテーマは、カラーシャツでございます。はい、ということで、まあ、ジャネットのね、カラーシャツっていうのが入荷してきたので、ちょっとね、それを、まあ、いいなと思いつつも、まあ、スタイリングとかをね、今日はちょっとお見せできたらなと思っています。はい。ということで、まあ、まずね、早速、このカラーシャツっていうアイテムですね。まあ、読んで字のごとくで、要するに、結構こう、明るいのか暗いのか、まあ、ものによるんですけど、こう、色がね、ついた、まあ、いわゆる白とかサックスとか、そういう本当ベーシックなものじゃないシャツっていうのが、カラーシャツに分類されます。はい。で、このカラーシャツっていうアイテムね、まあ、今も並んでますけど、結構ね、もう、パンチの効いた、やっぱり色物ですよね。こういうネイビー、まあ、ブルー系かな。で、あとこれ、ちょっと黒っぽいですけど、まあ、グレーなんですね。そして、僕も着てますけど、ボルド。はい。ちょっとパープルっぽいような色。まあ、こんな色のシャツ。こうね、こう並んでる分にはね、すごいなんか、綺麗で、うわ、いいなというか、なんかかっこいいなって、なるんですけど、じゃあこれ着ましょうよってなると、結構難しいですよね。はい。なんで、カラーシャツって、やっぱ、なかなか難しいなと思いまして、こう、パッと目で見ると、すごい鮮やかだし、それこそね、なんかこう、おしゃれなお店とかに並んでると、なんかこう、手をね、出したくなっちゃうかもしれないんですけど、こうね、いざ顔を買ってみると、割とこうね、着る機会といいますか、こう、着回しがなかなかできんぞと。はい。難しいぞと。まあ、なると思うんですよね。なんで今日は、そんなカラーシャツなんですけど、まあ、僕ね、こう、結論から言うと、カラーシャツは、1枚で着るのは、やっぱりなかなか難易度が高いと思います。ただ、今からの時期って、まあ、どんどんこう、秋口涼しくなってきて、多分こう、何か1枚っていうよりかは、こう、着重ねをしていく、レイヤードをしていく、まあ、季節になると思うんですよね。で、そういった時の、このレイヤードをするっていう使い方であれば、全然ありだなと思うので、今日はね、まあ、そんなこう、レイヤードのスタイリングっていうのを、お見せしていこうかなと思います。はい、ということでね、まあまず早速僕のスタイルですね。はい。で、これね、ちょっと僕のまあ主観というかね、まあそもそもカラーシャツも選ぶ時点で割とおしゃれ好きなんじゃないかなっていうのはあります。はい。なのでカラーシャツをおとなしくしすぎる必要もまあ個人的にはないのかなと思ってまして、別にそれはそれでいい色だしかっこいいんだから、まあそれ活かしてあげた方が個人的にはいいかなと思います。ただ1枚だとっていうぐらいのね、感覚で見てもらうとすごくいいんじゃないかなと思います。ということで、まあまず僕のスタイルですね。はい。黒のパンツに、まあ、ボルドーのシャツ着て、でがグレーのジャケット着て、まあチーフで色合わせるみたいな感じです。別にこれも攻めてるっちゃ攻めてますよね、はっきり言って。はい。割とまあ人によってはちょっとやりすぎだなって思う方もまあ全然いらっしゃると思います。ただまあ僕は好きなんでやっちゃいますっていうね、感じです。はい。ただまあポイントはもうシンプルで、とにかくシンプルで、まあ見せるね、こう色の面積っていうのを極力まあ減らしてあげるっていうのがセオリーだし、まあ最もね簡単だと僕も思ってます。はい。で、まあ、今回に関しては黒のパンツとボルドのシャツだけだと、まあ、いかにもちょっと夜っぽいようなね感じと言いますか、まああまりにもっていう感じがねあると思うんですけど、まあそこにちょっとこうグレーで中和してあげるようなイメージでジャケットを着ています。ただこのボルド自体はすごくいい色だし、僕はこういうちょっとパープルっぽいような色とかがすごく好きなので、まあしっかりねこう着てる感じと言いますかね、差し色ぐらいで見えるような感じで合わせています。はい。こんな感じで、まあ本当にシンプルに面積を減らしてあげるっていうのをだけで全然いいと思うので、それだけ意識してあげるとすごくね、かっこいいと思います。まあこのぐらいのね、色とかは、本当にもうちょっとね、こう涼しくなってくると、すごくいいですよね。ちょっと秋っぽい感じもあるし、なんか、なんだろう、さつまいもみたいな、そんな色なので、はい。そういうイメージで、ちょっとね、取り入れてもらえると、すごくね、かっこいいかなと思います。ただ、これでもね、ちょっと攻めすぎかなと思う。まあ、実際自分でもちょっと思うので、はい。もう少しね、こう、柔らかくね、してみようかなと思います。はい。というわけですね。まあ、例えばこんな感じじゃないかと思います。はい。まあ、まずね、パンツ。
パンツはさっき黒のカーゴだったんですけど、やっぱこう黒とね、ボルドとか、まあ、黒と色物っていうのは割とこうバチンとね、こうまあなんていうのかな、お互いを引き立て合うって言えばいい言い方ですけども、結構喧嘩しちゃいますよね、場合によっては。でもそういう時にやっぱ使えるのはグレーなんですよね。はい、グレーがあるとすごい大体のも馴染むんですよね。なんで、グレスラ持ってきてます、インコテックですね。でシャツはさっきのボルド変わらずで、で上さっきはグレーのジャケットを着ていました。まあこれでも全然馴染んでるんですけど、今回は白の、京都ですね、京都を着ています。はい、選んだポイントはいくつかあるんですけど、まず色ですね。白の中でもちょっとこれきなりっぽい色なんですよね。なんでこううまくちょっと中和してくれるような感じ。あとは京都はまあ皆さんご存知の通りスタンドのブルゾンなので、割としっかり襟がございます。はい、でボタンもね、ジャケットに比べるとまあ締めようと思えばもっと締めれるんですけどっていう感じなんで、割と本当にこう差し色みたいな使い方ぐらいにできるんですよね。ちょっとこう襟元がちょっと赤いな、まあ、以上みたいな、そんな感じですよね。はい、袖とかも全然見えないですし、まあ身頃がこうドカーンとね、まあもちろんボタン開けてしまえば見えるんですけども、見えることはないっていう感じで、まあそういった使い方ができるっていう意味でもこのいいかなと思いました。まあプラスニットの方がやっぱ柔らかいですよね、こう全体的な印象としても。なんでこのボルドっていう強い色のシャツっていうのを、まあうまくほんと中和させるような感じで、それは色とアイテムでうまくやるっていう感じですね。まあ、こんな風にコーディネートすると、割とね、やりやすいと言いますか。はい。まあ、僕のさっきのスタイルが、まあ、いろんな人からかっこいいって言われるかって言われたら、ちょっと怪しいとこあるかなと思うんですけど、これぐらいに抑えておくと、すごくさりげなくて、おしゃれですよね。まあ、ワンポイントぐらいで活かしてるような感じなので、まあ、例えばこんな使い方がね、いいんじゃないかなと思います。それではね、次はネイビーでやってみます。はい、というわけでね、次こんな感じでネイビーです。はい、ネイビーはね、まあ割とシンプルにしましたね。もう白パンにネイビーシャツで、でネイビーのナブッコ、はい、ブルゾンですね。こんな感じで着てます。なんで今回はまあレイヤードはレイヤードなんですけど、特に色も変更せずに、まあなんならちょっとだけ色の濃淡だけ変わったかなっていう感じにしていますけど。まあすごくかっこいいですよね。僕は割とカラーアイテム、カラーシャツの中でもそのアイテムによってはこういう同色で合わせるみたいなスタイルも結構好きです。さすがにさっきのボルドーは、まあ、ボルドーのね、シャツにボルドーのパンツにボルドーのジャケットとかはまあ無茶じゃないですか。はい、なんであれはやっぱり僕の中ではもうレイヤードだったりとか、まあ、時には一枚使うのかもわからないですけど、まあそういう使い方がやっぱメインなんですね。けどネイビーのシャツっていうのはいろいろありますよね。こういうネイビーのブルゾンもあるし、ネイビーのジャケットもあるし、まあネイビーのスーツもあるしっていう感じで、割とこうネイビーのアイテムっていうのはメンズファッションにおいてはすごく鉄板だし豊富にございますので、まあそこでこう同色で合わせるっていう合わせ方すごくいいかなと思います。実際好きですね。まあなんでこうカラーアイテムだからって言って、まあ無理に色を変えようとする必要もね、ないのかなと思ってまして、こういうパターンで合わせてもらうと、割とね、シックに決まります。特にこういうちょっとダークトーンのカラー系だと、すごくこうシックにまとまるので、そういう着こなし方も、選択肢として一つありじゃないかなと思います。はい。ということでね、最後は、チャコールグレーのね、シャツ。を着ています。で、パンツは、ブラックのインコテックスに、ボリオリのね、キャメルのジャケットを着ています。はい。これまたね、やっぱりこう、ジャケットを脱いでしまうと、一気にちょっと夜っぽくなるような、そんなスタイルなんですけど、まあ、キャメルっていうね、色で、ちょっと中和するような感じですね。まあ、キャメルのこの僕の印象としては、まあ、これ素材感もあるんですけど、やっぱりちょっと柔らかい感じだったりとか、ちょっと知的な感じ。ただこうベージュより若干色濃いんで、割とダークトーンのアイテムとも結構相性いいんですよね。なんで僕結構このキャメルって色すごく好きなんですけど、まあそんな感じで合わせています。はい。で、まあパッと見るとこのシャツって割と黒に見えると思うんですよね。ただ、
ちゃんと見ると結構チャコールグレーで、まあ、さらに使って洗っていくと、もっとグレーに、ね、なっていきます。そんなこう楽しみ方もしながら、着てもらうのがすごくいいかなと思います。正直、このシャツに関しては、まあ、ほぼ黒シャツみたいな使い方で全然いいかなと思うので、そういう意味では、別にパンツ変えたら、割と1枚でも使ってもらえるかなと思います。はい。ブラックデニムだったりとか、まあ、シンプルなブルーデニム、まあ、白でもいいですし、まあ、割とこれは1枚でも使えると思うんですけど、まあ、今回はこんな感じで、レイヤードするならっていうところで、まあ、少しね、秋っぽさも加えたかったので、キャメルのジャケットっていう選択にしました。はい。まあ、正直ね、一番合わせやすい色なんじゃないかなと思うので、そこまで難しくないかなと思いますし、割と、こう、ベーシックなベースとなるアイテムを持っていれば、絶対に合わせれるアイテムかなと思います。はい。ということでね、まあ、今日はこんな感じで、カラーアイテムを、まあ、レイヤードしながらね、着こなしていくっていうね、スタイルを、まあ、お見せしました。はい。で、レイヤードすると、やっぱり、ぐっとね、着やすくなりますよね。まあ、そんな感じでこう合わせてもらえばいいと思いますし、ただ、こう、僕はこう、せっかくね、いい色なんだから、まあ無理になんかこう、おとなしくしまくる必要もまあないのかなとは思います。その辺は塩梅ちょっと難しいですけど、まあ、活かしつつ、ちょっとは抑えつつっていうね、感じでやってもらうとかっこいいかなと思います。はい。あとね、やっぱこう、ベーシックなアイテムがそれをやるにはいるのかなとも、結論から言うと思いますので、やっぱりこうグレーのパンツとか、まあ本当にシンプルなね、コットンパンツ、ジャケット、まあデニムもそうですよね。そういうこうベースがあってからこそのっていうね、楽しみ方なのかなと思うので、やっぱこうまずはね、軸となるものはしっかりとある上でこういう楽しみ方ができるとハッピーかなと思います。はい。ということでね、僕らのチャンネルはまあこんな感じで毎日8時に動画を更新しています。ぜひね、チャンネル登録。それから、いいねボタンもね、よろしくお願いします。はい。ということで、ムンでした。バイバイ。